ゴーゴー NBC。 Waiting for your storm to settle As I look toward the sea Dust in your eyes like the water As the tide it consumes meジミズ霞ヶ浦市内予選レッドジャパンカップです。おはようございます。おはようございます。今日のプランを教えてください。まあ、昨日前日プラスで、まあ、ちょっとバス触ったんですけど、時期的にはやっぱアフタ で、まあ、もう水深ももう土砂路に近いようなところに魚見つけてるので、それをまあ上手に取ってこれたらなっていう感じです。場所は特にここっていうのはないんで、もう決めつけないで自分から探しに行くくらいの気持ちで、ちょっとパートナーと力を合わせて、行きたいなと思ってます。はい、頑張ります。今からだね。今から、うん、あー本当だね。手前のあーやっぱ出てるね。出てる水。はい、この手前なんかパイプか木か見えるところ。ああポケット立ってるやつ。うん、そう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 。じゃあ今日はこっちなのかな。もう夜のうちに食っちまったんじゃねえの。ねえ、うん、ちょっとね、風どうだったの昨日。昨日そうっすね、午後から結構強かったですよ。うん、だから あっちね、うん、いよいよ行く行く。はい、お願いします。あ始まったな、やっぱ気配だね。うん、いやぁ、岸に寄ってないな。泳いじゃってるよ。やっぱあの水流当たるとこの方が降ってくるのかな、エビが、ね、うわなんで俺のルアーに食わない。めちゃめちゃ通してたよ今。釣っちゃって。釣っちゃって畜生。そんなことない？あそれもあるね。うん、あ釣ってみないと分かんないどっちか。うん、あ見えなくなっちゃった。黒っぽいのでしょ？うん、多く入っちゃったら厄介だな。どれ？いや木の枝に引っ掛けて、うん、ちょんちょんだけすると反応があるんだよね。下に沈めると反応がない。バスだね。いやバスじゃないと思うんだよね。あれカメかもしれない。それは進化前のカメ。うん、進化前のカメでしょ。じゃああれなんだ、ゼニガメだ。なんかそんな、どうなんだろうね。箱行けばわかるよね。カジナシ？ああ。昨日の降り具合がこっち俺来てなかったからわかんなくて。いや、大して降ってないよ。あ、大して降ってなかったの？水門が閉まってるからこんだけ溜まってるけど、うん、なんかえれえ土砂降りかっつったらそうでもないと思うよ。お、話した話した。いつもそんなこと言わないじゃん。パシッ。あべアットかな。ギルだ。ギルいたね。
あのワンドだけ見てみる？はい、了解。いや、どっちでもいいよ。それか、エリアガラッと変えるか。変え、風どっちだっけ？どっちから吹いてんだっけ？今日はこっち。こう吹いてんだっけ？東混じりの南も混じってるかもしんない。昨日とあんまり変わってないね。ちょっと風裏あれば、風裏っぽいところを。おっと他の選手が続々と。風裏っぽいところがあれば。あー、ワンドの中行ってみようか。もう打たれた可能性も。まあそうだね。時間的にもう一箇所寄っても間に合う。うん、キジャカの中やんなきゃ。食った。あー、キャットだ。やべやべ、話してくれた？話さんない。話さない。話した話した、うん、超でけえキャットだった。JB2 ってさ、うん、楽しいよね。喋り相手がいるから。え、そうだよね、うんうん、びっくりした。一人かと思った今。いやー、ボイルしないね。しないね。うん、うわ、抜けた。バス。わかんねえ。俺がつかさず。あ、食ったね。食った？うん。ギルじゃない？ギルか。うん、これは。バスだったら。バスか。なんだこれ。お初。それだよ。そいつだよ、食べてんの。マジかよ。見声にリーダーを団子にされたよ。一番奥の、はい、あのクイーンところと、うん、その手前の手前のあのハイディ、うんうん、そこだけ見ようか、うん、始まった。ボイル。お、マジ？うん、下向いちゃダメだ。でものんきかもな、今の出方。青子がすげえ。そしたらですね、うん、ちょっと待って、今カズメガレン聞いてみる。水のいいエリアでしょ。あと味とかどんな味なのか教えてほしいんだけど。今はね、あれシュリンプ味。今流行ってるのはね、なんだっけ、さっき言ってたの、はい、霞ヶ浦で今流行ってる釣り、エビスト。エビストエビストだよ、エビスト。バスだったらいいけど、いや、わかんない。ちゃんとファイトしといて、うん。あ、ごめん、キャット。あ、いよいよ。3匹、リミットメイクだ。あれ、聞いてます？バスだったらあれじゃね、優勝じゃない？バスだったらあれだよ、ぶっちぎりだよ。うん、ダメで。明日はもうあれじゃないですか、優勝じゃないですか。釣れちゃうんだよ。狙ってんだけどな。JB2 釣れねえかな。全然疲れてないよ、フッキングしてないもん。なんだかな。お疲れ様です。はい、今日の霞ヶ浦はどうでしたでしょうか。まあ、結果的にはちょっとバス釣れなかったんですけど、まあ、戦略としてはサイトフィッシングちょっと見つけながら
見つけた魚に口を使わすってやったので、まあ、昨日のちょっと夜吹いた風と雨とで、まあ、結構濁っちゃったっていうのがあって、まあ、まだ今日はダメだったんですけど明日の JB 戦があるので、はい、まあ、明日の JB 戦来週はトップ50がありますんで、はい、まあ、明日見ててください。はい、あのせっかくパートナー第一戦とは違うパートナーだったんで、はい、まあ、結構気が楽におしゃべりしながら、はい、楽しい大会でした。まさき選手のプレーとかの感想などはありますか？感想ですか？はい、そうですね、まあ、弟なんで、はい、まあ、勝手知ったる、まあ、JB2 も長い間結構出てて、はい、今まで優勝2回ぐらいしてるペアだったんで、はい、まあ、これからもちょっと今トップ50頑張ってるので、はい、応援しながら一緒に練習できたらなと思います。はい、わ、はい、かりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。JB2 霞ヶ浦シリーズ第2戦レイドジャパンカップ表彰式を行います。第5位です。ゼッケン35番前川翔太選手挑戦してや3匹のレイドです。 1574g です。続いて第4位です。ゼッケン18番レイド中選手108選手や2匹のレイド行くです。 1856g です。続いて第3位です。ゼッケン32番藤村智弘選手松田選手ペア。第2位です。ゼッケン37番岡田松陽選手久保選手ペア。2匹のエレクです。 2302g です。 JB2 霞ヶ浦シリーズ第2戦レイドジャパンカップ優勝ゼッケン33番東小泉選手鈴川選手ペア。でもリミックメイクで3匹のウェイト 2546g です。はい、石橋ペア優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、JB2 が、今年、初あれどう？そうですね、はい。どうですか、お二人で、一緒に戦っていって、楽しいですね、はい。なかなか2人でやるっていうのは仲いいんで、はい、ペアの方、今日はあの、引き数はどれぐらいの割合でついますか？2本石橋くんで1本、まあ、キーパー切りなんですけど、300ぐらいかな。いや、もうちょっとまあ、それでなんとか貢献できましたんで良かったです。はい、では次は、最終戦 JB2 の最終戦ということになりますので、そちらの意気込みをお願いします。そうですね、また、はい、入賞できるように頑張りたいと思います。はい、ペアの方はまた一緒になりますか？はい、同じです。では次回楽しみにしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴーゴー NBC。